江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、こちら警告の掲示板からのご紹介でございます。警告民、2030年プサンエキスポ、同盟国は沈黙なんだが、と。はい、こちらね、記事貼ってありましたので、ご紹介していきたいと思います。映像もあるんですね。はい、じゃあね、行きたいと思います。くーちゃんお願いします。2030エキスポ開催地決定まであと80日ほどしか残っていません。国際博覧会機構の加盟国も続々と開催地を後継指示しています。しかし C 国はもちろん、友好国の日本とアメリカまで隣国列強は未だに支持意思を明らかにしていません。レポート、1970年大阪、2005年愛知、そして2025大阪までなんと3回も公式エキスポを誘致した日本。特に5年前、エキスポ誘致競争の真っ最中、警告政府は2025エキスポ候補都市大阪を後継指示しました。貿易紛争や不買運動などで良くない経日関係の中で代表的に下した決定でした。しかし日本政府は80日しか残っていないこれまで、プサンエキスポへの支持を宣言していません。5月訪韓した岸田首相は検討中という言葉で即答を避けました。チョン・ジンソク経日議員連盟会長、国民の力議員、2030ワールドエキスポに日本が支持する場合、警告民も大きな呼応と共感を示すだろうと申し上げ、岸田首相もこの問題について真剣に検討中だという。3年後に開かれる2027公式エキスポ。最近行われた誘致競争で、警告政府は友好国のアメリカ・ミネソタ州を後継支持しましたが、アメリカは大系民国プサンの支持で答えていません。C 国は言うまでもありません。警告政府は2010上海エキスポから2022北京冬季五輪まで C 国の国際行事を後継指示しました。しかし警告政府の支持要請に依然として沈黙しています。2030プサンエキスポ誘致支援民間誘致委員長のチェ・ヤス資源、チェ・テウォン大慶商工会議所会長は、ハン・ハジメ・ブン、パン・ギムン前国連事務総長と C 国に一緒に行き、新首相にプサンエキスポへの支持をお願いし、もう一度 C 国を訪問して深く話し合うと述べました。北慶も変数です。北慶は2002プサンアジア大会に参加し、北東アジアの安全保障情勢に安定を与えました。1票以上の価値を持つ北京に対して警告政府は去年プサンエキスポへの支持を要請しましたが、同じく立場表明はありません。主要国を相手にエキスポ相互支援という基本的な協力さえ引き出すことができなかった警告政府の外交力に対する批判の声が出ています。はい、というね、記事でした。それではですね、こちらに対して、警告の反応を見ていきたいと思います。友好国だって。なんか初っ端からちょっとつまずいたんですけど。ジャンボリーを見て感じることがあるだろう。わら。ジャンボリー大会を見て誰が支持するか。ジャンボリーを見ると撤回した方がいいんじゃないか。いや、ちょっと待って。それ以前の問題だと思うんだけどさ。なんか同盟国とか友好国とかやめていただける？ジャンボリーを見ても支持したら本当に友好国だよ。これが重要だと思ったら汚染水の放出を取引カードにすべきだったのに、まさか忘れたんじゃないよね。あいつら何でもカードにするな。ジャンボリーもあるだろうが、外交はギブアンドテイクだ。私たちが支持してくれたら相手も支持しなければならないのが基本だ。じゃあアメリカ、日本はどうしたのかって、私たちがギブアンドテイクの外交をしていないから。サウジがお金を全部撒いておいたんだろう。大阪万博も迫ってるんですが、僕たちはリタイアしよう。警告の経済状況ではサウジとお金で戦っても勝てない。外交がこんなに下手なのか。むしろジャンボリーのために名誉挽回だ。いや、やめとけ。汚染水放流というカードを捨てたんだけど、外交はギブアンドテイクが基本なのに、もらう約束もなしにただ与えるだけで困ったね。わら。すでにジャンボリーのために国が主催する行事は最悪だと見せたのに、それでも支持する。むしろ日米は正常な国家ではあるね。わら。日本はジャンボリーじゃなくてもあんな感じだと思うけど、アメリカはジャンボリーの影響が大きいと思うよ。わらわら。あ、
ジャンボリー以降はいっそしない方がいい。やりたいけど。それでもジャンボリーが弾ける前は、最近になって先進国を認める雰囲気だったのに、公務員や公職者の状態が発展途上国どころか後進国のように見えるからだ。自国民さえも支持しないのに、周辺国がなぜ支持してくれるの、わらわら。最近ジャンボリーででたらめだった感じだから、同盟国は本性を表すんだよ。大系民国の地位が落ちたと見なければならない。アメリカがサウジと敏感な時期だから本当に頭が痛い。そうなんだ。もともと間の奴らは真偽がないと昔李春申将軍がおっしゃっていた。軽半島のゴミのような取り扱いは記憶に以来の悠久の伝統ですが、何を今さら、わらわら。分かってらっしゃるね。はい、じゃあですね、チャットの反応いきたいと思います。じゃあ上の方からいきますかね。この間でいこうかな。同盟国なんかいたの？同盟国ってどこ？同盟国と言わず米国と言えよ、わら。誰も賛成してくれないってか、わら。ジャンボリーの集体みだらなから、わらわら。セマングムでのやらかしで、K には無理と思ったよ、世界は。エキスポに同盟国、何関係ある？釜山万博楽しみすぎるよ。セマングムの悲劇ふとたび。日本は同盟国じゃないぞ。日本を勝手に友好国にしないでください。同盟国って甘えていい国じゃないんだが。友好国、日本が、何寝言を言ってるんだよ。そういう恩着せがましいところが、K国が嫌われる原因。ジャンボリー見たな。無様なジャンボリーも大忘れですか？検討中だからね、そういうことよ。その検討中だけは許す、わら。岸田偉い、わら。さすが検討士。出ました、検討士。ジャンボリーの悲惨な結果でも、まだやるつもりかい？やめろって。これはいい検討中。キッシーの検討も役に立つことあるんだ、わら。おい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 。そりゃ、あまあ、そうだろ、わら。世界的にはそんなに興味ないし、大阪万博は始まる前から、オワコンの空気だもんな、わら。プサンなんて頭にないだろ、わら。あ、この場合の検討中は正しいっす。そのまま検討中にしとけ。あと、友好国じゃねえし。なんで検討中になってるのか心当たりないんだ。岸田、その検討中はいい検討中、わら。指示したから指示してもらえるなんて思うなよ、わら。キッシーの検討します、鼻にもしないということよ。あ、そう。指示してもらえると思ってんの、ほんとずうずうしいな。検討に検討を重ねて検討し続ける、決定はしない。多分支持するしないというよりも、ちゃんと運営できるのか疑問なんだろう。そういえば、ガンビアの話がなかったけど。お前らは、ジャンボリーはいい例だが、国際大会で今までに散々やらかしていただろ。それで支持できるとでも。さっきゴミとか言ってたくせに、友好国だと。岸田、真剣に検討を加速して、エキスポ会期終了までには、方向性を出せるように、努力を惜しまないと、当面はお約束します。キリ。結局何も、中身何もないんだな。帝国は、テイクテイクの上に強化しようとするって、アメリカの外交官だっけ？言われてたらしいやん。大阪支持したのは、自分たちの判断だろ。自分の判断に、責任持てよ。予算をすぐにポッケないないしたり、議員が海外旅行を楽しんでいるんだよね。よっぽどジャンボリーが心の傷になってるみたいな。そりゃそうでしょう。ああ。建設業界的にはやけどするから手は出さないだそうで、大阪。あ、危ないんだ。はい、ということでね、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。